やけですね。はい。なんか、トドが寝てますけど。トド、あ、トドかこれ。秋すげえトド入ってるね。すごい、絶妙なとこに。これ、寝てますね、まいちゃん。そう。はい。で、また一も、上で寝てるんですかね。大ちゃんも寝てんだよね、今。そう。あの、親子二人して、撮影の時間に昼寝決め込んでますね。本当に昔の話だよ。本当にね。言ってたんだよね、撮影だったよね。そう。俺前さ、うん、あの、よく起きてこなくてさ。うん、あった。その動画も撮ったね。あったよね。うん、なんかね、ちょっと寝ちゃってますから。もう、お気づきですか？あれ？困ってますよ、あれ。もうなんか、そういう企画じゃん。もうね。うん、まあさすがに。寝てる人を引っ張りたりしませんよ。あ、そういうことじゃないんだ。あ、よかったよかった、びっくりした。とりあえず、まあ、ちょ今日は起きないようにチキン食らいながら気配切りしますが、はい、起こしちゃったらを考えます。そうだね、起こしちゃったら、うん、じゃあジャンキーが全員に1万円ずつ。ちょっと待って、えバカ野郎、ちょっと待って、デメリットしかないじゃん、俺。ね、1万円ずつって、額も額だし。俺カメラ回してるから。わかった。うん、1万円嫌なのね。嫌だよ。じゃあ2万円。ちょっとごめん。なんで倍になってんの？これで。6万、あ、ごめん。もし、原因ってあるじゃん。マリちゃんが起こしてしまった人は、もう罰ゲームですよ、それ。だって俺がやるのおかしいじゃん。みんながさ、ここで気配切りするんでしょ、うん、それでさ、あの、俺が、何、うん、?1 万円それおかしいじゃん、だって。それさ、何、俺が悪くないのにさ、え、殺されそうになってる。なんかいろいろペチャクチャ鳴りながら後ろ下がってるけど、どんどんママのが終わったらさ、うん、最後おまけとしてさ、うん、逆に大地を起こせるかってやろうなと、うん、いいよ、オッケー、楽しいね。なんか聞いてた、今日の企画。まあもう罰ゲームとして、あの視聴者さんに、あの、静かにして。誰が参戦じゃん。うるさいし、あの、できるわけないでしょ。シンプルに。え、モザイクを先っぽにかければ、あの、修正あるエロ動画じゃねえか。先っぽだけでもアウトだよ。あ、ごめん。3回叩かれたら、モザイクさん、オッケー、じゃあジャンキーちゃんと見ていて。ジャンキーはみんな、いや、気合い切り、よーい、スタート。ちょっともう動いてる。ちょっとみんな静かに。1回、あと2回、あと2回。あくん、あくん、それは多分まいちゃんだと思う。あ、はい、あくん2回アウト。起こさないっつってんのよ。パンパンパン。こいつやってんな。こいつ起こさない気ね。本当に起きてない？これ大丈夫？起きてないかな？起きてないかな？何してんの？でも指の匂い嗅がせれば起きるかな。くせんだじゃん。ちょっと静かにして。音も場所もバレるよ。ちょっとすごい音だなってる。あーすごい音。チキンとかじゃない。まだ起きてないよ。まだ舞ちゃん起きてない。大丈夫。まだ舞ちゃん起きてないよ。
あ、静かに静かに。まだ起きない。雑行雑行。あ、まゆちゃん。起きちゃった。起きちゃったかもしれない、まゆちゃんが。誰が起こした？ちょっと、こいつだ。叩かれて最初起きたかも。夢見てたんじゃなくて？え、叩かれてない。え、臭くてじゃん。臭くて起きた。なんか、ジャンキーが自分の指舐めて鼻で嗅がせてたけど、それは大丈夫だった。うん。ねえ、男番長みたいな声出すのやめて。あれ、大ちゃんは？大ちゃん、大ちゃん寝てる。大ちゃん寝てるよ。いや、でも、まりちゃんも寝てたからね。そうだ。のび太くんみたいにすぐ寝れちゃうの。本当に熟睡するよね、すぐね。まりちゃん起こさないっていう企画だったんだけど、全然そのつもりないよね、この二人は。その気はないんじゃない？あの、にぎやかさ。まず思ってさ、あっくん、いきなりまいちゃんと叩いてたよね。あれ、なんだった？やっぱそうでしょ。あれ、なんだった？なんかさ、ね、叩かれた気がしたんだけど。うん。かわいい。あ、つけじゃん。あ、先般かな、これ。でも、どっちにしてもさ、この時間だから大ちゃん起こした方がいいんじゃない？そうだ。そう、さっきちょうどね、言ってたのよ。ママは起こさない企画だったじゃん、うん、あいつは起きないから、起こしてやろう企画。ちょっと行ってみるか。じゃあもう、目隠したらいいや。うん、もうぶたたけよう、みんなで。あっ、だっくさくっさくっさ、口呼吸できない、きつやば。最後じゃあちょっとみんなで叩いて大騒ぎしながらフェードアウトしようか。うん。